桜を入れた生地を使ってまして、中にですね、ソーセージとかじゃマスカルポーネチーズが入ってますね。透明の器に入っているのが豚肉を使ったグリルになってまして、こちらバーベキューソースで仕上げております。真ん中の段に参りまして、こちらのスコーンですね、いちごの板チョコを上に溶かしてまして、いちごのジャムとクロネットクリーム、蜂蜜ございますので、こちらをつけてお召し上がりください。カクテルクラスですね、こちらのポテトサラダになっております。こちらもピンク色になってまして、あのビーツを使ってピンク色にしています。周りにですね、スモークサーモンとイチゴをこちら添えてます、ね、丸い器に入っていますのがカプレーゼですね。小エビとイチゴとトマトとこちらチーズの中に入っておりまして、上からバジルソースをこちら仕上げています。上の段がデザートになってまして、真ん中にですね、フレッシュのイチゴをご用意しております。イチゴのクロワッサンとイチゴのタルトですね。あと帝国ホテル伝統のショートケーキをこちらご用意しています。最後にこちらのムースですね、フィルムで撮るとですね、あのいきますね、このようにハムイリイチゴの形したチョコレートが出現するんですよ、はい、そうきましたかそうきました。 お願いします、はい、こちらも演出がこのようにですね、スプリング発火素晴らしい、お待たせいたしました。